さてここはですね羽田空港です。去年ねアメリカの方で武者修行ということだったんですが、実は今日からですね、日本で友達になった中国人の高天活くんが、結婚をするということで、その結婚式でぜひマサさん歌ってくださいというお伺いをしてくださいましてですね、これから北京の方へ行きます。北京でオリジナル曲を歌ってこようと思います。それでは行ってみます。さあ北京に着きましたね。北京に初北京であります。これから荷物を取るのです。アメリカでは思いっきりギターケースが破壊されるということになりましたが、この中国では北京では、ギターは無事に、届くんでしょうか。それでは、荷物受け取り場に行ってみたいと思います。本当に10分待っても荷物が来ません。さすがです。本当に僕のギターは無事にここにたどり着くんでしょうか。受付に聞きに行ったんですけどね、とにかく待ってろということなんですけども、機械止まってるからね、これ本当に来るんでしょうか。まあ何せよ北京です。チャイナカスタムス、すごいです。窓から差し込む、うまくいきましたね。よかったよかったです。たどり着きました。最初の頃はあまり愛想もなかったけれど、いつからか頼んでいないサラダをつけてくれる。デートに誘うのにかなり時間はかかったけど、僕の大切な友達のコウ君とその妹のテンちゃんです。さあ中国初めてのこれ屋台ですね。すごい。現在時間的にはもう12時過ぎてるんですが、結構活気があって、自分で選んで串を選んで、焼くというシステムみたいですね。でそこに屋台で、ね、ここから選んで取ってお皿に入れるんですけど、どれもこれもちょっと見たことがない感じ。さあ、初中国の食べ物、すごい。チキン屋台ですね。これ全部は油焼き、そしてここに豪快なアイスクリーム、小豆のアイスクリームかな。食後とかそういう概念ないみたい。コウ君が幼馴染と仲間と集まって話しています。はい学生だった僕ら、セミみたいなのも鳴いてる。あれから5年が経った。なんか日本のセミの声とはちょっと違う感じがしますけど、こんなとこですよ。あの右奥の席に二人で自由に煮込んだカレーを食べる。すごい車だよ。やはり文化の違いを感じます。そしていつか年を取って、あ、コウ君車乗ってくの。いろんな味を覚えたなら、またこの街のあの香りと始まりの味を食べよう。甘い恋は コウ君が奥さんを迎え入れるために自分のお家の扉に飾り付けを、今からも奥さんがいらっしゃるというのね。いよいよ人が増えてきました。だからお嫁さんを迎え入れるということで、コウ君の中国の親戚中が前日に集まるということですね。君はいつものように机の上に肘を立て、絡めた指に顎のせ、僕をじっと見る。特に中国はこういう家族のつながりが強いと思います。僕を見て君は笑ってる。僕は全てを知られてる気になって、や
やっぱり主導権を握られてると負けちゃうよ。だから奥さんを迎える。好きで好きで好きで仕方ない僕さ、何もかも許してしまいそうさ。好きで好きで好きで君が好きで、あの日告げた気持ちは変わらないよ、恋のまま。まるでジャッキー・チェンの映画のようなこの料理。全部ある。中国の動画で見ていて、いつもこれはどんな味がするんだろうと思っていた饅頭みたいなやつ。よくジャッキーとかが口の中に3つ4つ一気に入れるやつですよね。これ今初めて食べてみたんですけども、美味しいです。普通に饅頭の皮だけって感じですね。夜通しこの盛り上がり。これ来ましたよ。皇帝のお墓です。見てくださいこの景色。いやーすごいです。これぞ中国皇帝の景色。
甘い恋はゆっくりことこと時間をかけて、辛いことを乗り越えて、味わい深い二人になる。 OK。